前に大学に通っていまして、大学 の, 課題宿題みたいなのを作るために段ボール箱を解体して、そして、ですね、その時は一番初めは確かバイクっぽいものを作ったんですけど、今みたいにその成功には作れなかったんですが、なんとなくこう紙を折り曲げたり貼ってみたり組み合わせてみたりっていうのを初めてやった時に、すごく周りがおこんなのできるんだっていうふうに褒めてくれたので、それが嬉しくて今も続けてます。